さて追っ始めるか。寝るんだ、夢を見るんだ、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの。やっと会えたんじゃない、もう少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから追っておこうよ。そんなに大切なの、グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの。思い続けることができるの、この女を。今もこんな女のみで、グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの。この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ。そんなはずあるかよ、そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ、なんで寝ちまったんだ。しょうがないよガッツ、何日も寝てなかったじゃん。おうおう、食いもん出しやがれ。おい、女はどこだ。
の死が即キャスカの死につながる。死なない戦には慣れてる。だが日々募っているのは死ねないという重圧。俺は今までこんなに重い剣を振ったことがあったか。それでも甘やかな期待を持っていたのかもしれない。何か通うものさえあればと。女？なんでこんなところに女が？結構いい女じゃねえか。最後にあいつが笑ったのは、ヒーローが俺を蝕む、守ることにギリギリで優しく接するゆとりが消えていく。甘かった。断罪に飛び向かった時は生きてさえいればただそれだけを願った。騙すまだ。手にしただけで俺があいつを置き去りにした年月が拭えるはずがない。置き去りにした時間だけ俺はあいつから離れちまったんだ。俺の自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと。傍らにいると誓った。女ならあっちで、お頭が。キャスカ。キャスカ。というわけでお客様をお連れしました。いや、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、貸しを返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。で、お前らは何なんだ。まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こら、お前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと隙見て踏んじばるつもりだぜ。なんてったってそいつらは法王朝の。私はすでに還俗した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです、
私のすがった秩序を超えた真実を、そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を、どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火あぶりになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さ、土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に。言う、今はこれぐらいしか。お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。俺もあんたらのお腹も切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが、勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝を。そいつはまだ早えよ。明日の朝にはあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ。あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。